チゴケムシは、かなり大型になる、コケムシの一種。赤い、平らな軍隊を作る普通種。チゴケムシウォーターシペラスボボイデアは、外行動物門のチゴケムシ科に属する、コケムシの一種。普通種であり、大きくて目立つから、最も、よく目にする、コケムシの一つでもある。平らに広がる軍隊を作る。名前は、チコケムシで、軍隊が、 暗積色をしていることによる。古中と触手群体は薄くて広がった不規則な形をしており、その様子は地衣類の梅の木ゴケなどに似ている。縁が少し浮いて波打っていることも多く、その点でも似ている。殻は石灰質で硬くて柔軟性がなく脆いから、指先で引っ張ってもすぐに折れるように壊れる。個々の部分では線形の輪郭を持ち、 その部分が外側に広がるように成長する。色は黒っぽい赤で、円のあたりはやや明るい赤になっている。岩の表面などの基板に密着して広がるが、円ではやや立ち上がることもあり、一部はバラの花のような姿になる。一面に張り付いて群落状になることがよくあり、全体の大きさは差し渡し1メートルにもなることがある。軍隊は、 個々の個体の入った部屋が平面的に並んだもので、それらはほぼ放射状に配列している。小虫の部屋は細長く、縦列につながって、隣の列とは交互に配置する。基板に密着して広がる状態では、虫室の口は表側に並ぶが、やや立ち上がった時には両面に配置する。殻の表面には全体に一面に小さな丸い穴が並んでいる。 外側の端近くの背面側に虫質の開口があり、黒い蓋で閉じられている。蓋は横長の楕円型で内側が蝶つ害になっており、その部分は小さく丸く膨らんだ形になっている。軍隊の表面は特に突起等はなく、また鳥頭体や卵質などもない。卵は肺の段階まで個々の虫質で育つ。海水中では、 蓋が開いて、そこから虫体の前半部が突き出し、その先端から伸びる触手は、ロート状に広がる。触手と体の前半部は、刺激を受けるとすぐに引っ込んで蓋を閉められる。長肝体の岩の上に付着するのがよく見られる。ほぼ肝腸線に近い水準に、多く、また岩の裂け目の内側など、影になる部分に生育していることが多い。また、 船底に付着する固着動物としても普通に見られる。日本各地に知られる。世界でも暖かい海に広く見られる。海岸に見られる場合、特に利害はない。船底に付着するものは船足の邪魔をするので嫌われる。また、牡蠣や海苔の養殖の際にもよく繁殖して嫌われる。ありがとうございます。